ルイピエール・ド・モンブリューンは、フランス革命戦争、ナポレオン戦争期に活躍した、フランスの軍人、将軍。卓抜した、騎兵指揮官として知られる。日本語では、モンブランと表記される場合もある。出生英達1770年3月1日、モンブリューンは、フランス南部のコミューン、フロロンサックに生まれた。 第一両騎兵連隊の紋章1789年5月5日、アルザス第一両騎兵連隊に一兵卒として入隊1791年11月20日に五町に昇進した。その後、ライン方面軍に所属し、各地を転戦、次々と武軍を挙げた。1793年7月11日、一連の活躍により軍曹に昇進し、 10月1日には副官に任命された。1794年9月12日、正位に昇進した。1796年、リシュパンス将軍の高級副官に任命された。さらに、同年7月27日、中位に昇進した。1796年8月9日、アルテンドルフの戦いが勃発した。 クレベール将軍の指揮下、モンブリューは、見事な騎兵突撃を行い、窮地のリシュパンス将軍を救援した。さらに、そのまま敵陣深く攻め入り、敵軍を粉砕するという手柄を立てた。1797年、大尉に昇進した。1799年10月5日、 モンブリュンは、騎兵連隊を率いて2000人のオーストリア兵が、占拠するフランクフルト近郊のニッタを吸収、奪取した。この活躍により、モロー司令官から、所属軍隊の臨時統括主任に任命された。同年10月12日には、グロースイコールゲーラウで、5月16日には、エアバッハで見事な騎兵突撃を行い、オーストリア軍を打ち破った。 1800年3月5日、第五竜騎兵連隊の連隊長に任命され、同年中に第一竜騎兵連隊の連隊長に任命された。第一竜騎兵連隊の兵士1803年から1805年の対外戦役では W 元帥に付き従い、顕著な働きを見せた。特にリードの戦いでは戦況を左右する抜群の活躍を見せ、12月2日に勃発した。 アウステルリッツの戦いにも参戦した。若干29歳で軍内屈指の騎兵指揮官と目され、1805年12月24日には若くして旅団長に任命された。その後、バンダム将軍の下でプロイセンを呼び、ポーランド戦役に参戦、顕著な働きを見せた。特に1806年11月30日に勃発したオーラウの戦いでは、 少数の両騎兵で、プレス公軍に追撃を与え、1800人の敵兵、及びモ門の大砲を捕獲するという手柄を立てた。長楽ソモシエラの伝説1808年、半島戦争が勃発すると、皇帝から直ちに、スペインに赴くように要請された。しかし、彼は4日間もの間、認知に赴く気配を見せなかった。理由は、以下の通りである。モンブュンには、 モランドという出来合いの常人がいた。彼は、スペイン滞在中に、彼女が一人になることを憂い、モランドの妹を見つけとして据え置くことに決めた。そして、妹がバイヨンヌに到着するまでの4日間ずっと待っていたというのだ。皇帝は激怒し、モンブリュンの軍事指揮権を剥奪した。しかし、数ヶ月後には、彼の活躍を鑑みた上で、前職に再び任命することに決めた。 ソモシエラの戦いで突撃を仕掛けるポーランド騎兵1808年11月30日、ソモシエラの戦いが勃発した。モンブリュンは、ポーランド騎兵部隊の戦闘に立ち、伝説的な彼にとっては代名詞といえる騎兵突撃を行った。しかし、 この活躍に関しては議論の余地がある。実戦に参加した将校、兵士によると、モンブリュン将軍は戦闘に関与していなかった陣頭式中に気を失って倒れたはたまた、作戦自体に反対していたと様々な証言が錯綜している。事実、コジエトゥルスキー将軍率いる少数のポーランド騎兵が敵軍候補を拡乱し、1万6千人近い。 敵軍を全軍退却させたことは確かであるが、モンブリュンの行動に関しては詳しく判明していない。ともあれ、モンブリュンにとって皇帝からの全面的信頼を、再び勝ち取るには十分な宣伝材料であった。1809年3月9日、ソモシエラの戦いにおける武軍により、シダ団将軍に昇進した。オーストリア戦役1809年4月22日には、ベシェール県水の下で、 エッグミュールで戦い、4月25日には、ニッテナウで戦った。一連の活躍により、4月29日にレジオンドヌール、コマンドゥール訓移を賜った。同年6月7日のラブニッツの戦いでは、ハンガリー騎兵に奇襲を仕掛け、これを大いに打ち破った。同年6月13日に、モンブリューはラーブ近郊に到達した。彼の部隊は前衛に位置していたが、 他軍団よりも先行しすぎたため、芝叩く間に、オーストリア軍に、包囲されてしまった。しかし、ドゥルって将軍が急いで救援に駆けつけたため、なんとか窮地を脱することができた。翌日6月14日に勃発した、ラーブの戦いでは、グルーシー元帥の下で、セラス将軍率いる、砲兵部隊の援護に当たった。モンブリュンは、オーストリア機兵に突撃を仕掛けたが、 互いに相打ちになり、両軍ともに多大な損失を被った。しかし、オーストリア騎兵の攻撃を釘付けにすることで、セラス将軍は無事目的地に到達し、なんとか任務を遂行することができた。6月16日、モンブリュンは敵兵の立てこもるコモンの偵察中に600人のオーストリア騎兵によって陣地を奇襲された。モンブリュンは急いで連隊を結集し、 敵軍を、猛追、ついには壊滅させ、城下まで退却させた。この活躍により、7月9日に、鉄管ナイト訓位を授与された。再び、スペインへ1810年4月10日に、マッセナ元水が率いていた、予備機兵隊の指揮権を与えられ、マッセナ元水指揮下として、再び、スペイン方面に派遣された。そして7月24日から8月25日に、 かけて、アルメーダ要塞を包囲した。9月29日に勃発したブサコの戦いでは、戦闘後半に敵軍右翼に迂回し、英保連合軍を牽制した。さらに戦闘終了後、追撃に転じた英軍の20個連隊を、騎兵突撃で撃退した。この活躍により、レジオンドヌール・グラン・フィシエ訓位を賜った。英軍不評に突撃を仕掛けるフランス領騎兵。 長らく泥沼の戦いが続いた。1811年5月5日に勃発した、フエンテデオニョロの戦いでは2400機の竜騎兵の戦闘に立ち、草原を敷く英保連合軍右翼を側面から猛獣した。これにより、右翼軍の中核を占める英軍第七師団は窮地に陥り、連合軍の戦力は一時的に大きく弱体化した。しかし、ベシェール検水が、 増援部隊の派遣を渋ったため、最後に押し切ることができず、さらに敵軍の製造園部隊が続々と到着したため、次第に戦線は降着した。そのため、モンブリュンは、英軍第七師団の退却をミスミス許すこととなった。同年9月25日に勃発したエルボー団の戦いでは、ウェリントン相手に単独で戦術式を担った。前半は、 一進一退の攻防が続いたものの、中盤に見事な騎兵突撃を行い、戦況を打開した。これに合わせて、不評部隊を前進させ、徐々に前線を押し上げ、ついには英軍を放築した。1812年から始まったロシア遠征では、三浦元水の下で、第二予備機兵隊を率い、7月3日にはスベントシアニーで、7月5日にはデスナで戦った。 突然の指導年9月7日、ボロジノの戦いが勃発した。モンブリュンは予備機兵隊の指揮に当たっていたが、戦闘開始直後に砲弾が直撃、即死した。去年42歳であった。死ぬ間際に、エクセレントクーと呟いたという。機兵隊の指揮権は、その後、コランクール将軍が引き継いだ。彼らはモンブリュン将軍のトぶらい合戦と称して、果敢にも、 敵の大軍めがけて、猛襲を仕掛け、次々と敵兵を切り崩しながら、大多面補に侵入、ついには制圧した。これは、戦士上、前例のない偉業であった。情熱的で、威厳があり、部下からは軒並み慕われていた。特徴的な黒い口ひげで知られた。ケレルマン、ラサールラ大陸軍を代表する。 騎兵指揮官の一人に数えられており、特に騎兵の大軍の指揮能力に関してはケレルマンに、ついで第2位に位置づけられている。モランドの滞在する増援部隊が送り込まれていれば、同戦に勝利していた可能性が高い。ありがとうございます。